はい、皆さんこんにちは、ゆかです。皆さんいかがお過ごしですか？今週もビデオレッスンの時間がやってきました。皆さん楽しみでしたか？はい、今週はですね、最近あまりシェアしていなかった漢字をシェアしていこうと思います。 JLPT N4 レベルの漢字、全部で10問テスト形式、クイズ形式でやっていきましょう。いいですか？はい、テストのペースがちょっと早いよって思う人は一旦ポーズを押して考えてからまた再生プレイを押してくださいね。はい、では今週もよろしくお願いします。はい、いきますよ。ドゥルン、1番。ここまで、来ました。ここまで、来ました。はい、今日は漢字の問題なので、1,2,3,4 のオプションは読みません。いつもはね、このオプションも読んでいるんですが、今日は皆さんで自分で読んで正しい答えを選んでくださいね。はい、ではいつものように5秒でいきます。5、4、3、2、1、いきましょう。じゅるん。はい、これ4番。歩いてです。歩く。to walk。歩いて、ここまで歩いてきました。ここまで歩いてきました。 OK。 はい、じゃあ次行きましょう。2番。んが痛い。どこが痛いですか。はい、この漢字はどれでしょうか。 1,2,3,4 から選んでください。んが痛い。はい、はい、行くよー。ドゥルン。これ、首です。皆さん、首は体のどこかわかりますか？ここですよ。首、ネック、首ですね。首が痛い。どうしたんでしょうか？昨日、変なポーズ、変な姿勢で寝てしまったのかもしれないですね。首が痛い。はい。はい、3番行きましょう。これは、旅行している時に使える言葉ですね。行きますよ。すみません、を取ってくれませんか？すみません、を取ってくれませんか？はい、行くよー。ドゥルン。はい、3番、写真です。小さいやですね。写真、ピクチャーですね。写真。すみません、写真を撮って to take くれませんか？てくれませんか？ Could you please do 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 do。 はい、すみません、写真を撮ってくれませんか？ですね。はい、次4番。なかなか熱が下がらないのでに行ってきます。なかなか熱が下がらないのでに行ってきます。1,2,3,4 全部似てますね。選んでくださいね。はい、行きましょう。ドゥルン。はい、これは1番が正解です。病院です。小さいよです。病院、ホスピタル、病院と言います。はい、そしてよく間違えやすいのがこの1番と2番です。2番は大きいよです。発音は美容院です。美容院。これはヘアサロンですよ。ヘアサロン。発音が似ているので気をつけましょう。ちょっと練習しましょう。1、病院。2、美容院。病院。美容院。病院。美容院。大丈夫ですか？はい、じゃあ次行きましょう。ドゥン。はい、5番です。最近の私の写真を、ドゥ。最近の私の写真を、はい、これはどれでしょうか？いきますよ。3,2,1,ドン。はい、これは1番、
送りますと読みます。送ります。最近、lately, recently, 私の写真、写真、さっきありましたね、picture を送ります。to send, 送ります、送る。そうだな。じゃあ、何か物を送ります。e メールを送ります。メッセージを送ります。写真を送ります。手紙を送ります。年賀状を送ります。送りますと言います。いいですか？はい、次行きましょう。ドゥルン。はい。この本にはネッシーがいます。この本にはネッシーがいます。ネッシーって皆さん知っていますか？聞いたことがありますか？はい、行くよー。でれん。はい、これ2番。池と読みます。この漢字は池と読みますよ。池は英語で pond、pond。池、池ですね。この池にはネッシーがいます。マジ？ネッシーっていうのは首がすごく長くて恐竜、ダイナソーのように大きい生き物です。知ってますか？よく湖、レイク、湖にいると言われているとても大きい生き物ですね。ネッシーと日本語で呼ばれています。はい。はい、次です。行きましょう。んに、フランス料理のレストランができたんです。一緒に行ってみませんか？もう一回。んに、フランス料理のレストランができたんです。一緒に行ってみませんか？はい、行きたいです。行きましょう。はい、行くよー。ドゥルン。はい、これ2番。キンジョと読みます。キンジョですね。意味は、これ漢字をまず見てください。近所の漢字。一つ目の漢字、これ。近いです。近い。close とか、near ですね。ディスタンスが近い。二つ目の漢字、これは、ところですね。ところ、place。そう。近いところに、フランス料理のレストランができたですね。一緒に行ってみませんか？ってみる。トライする。行ってみませんか？ですね。いいですか？はい、次行きましょう。8番です。このビルのんにはプールがあります。このビルのんにはプールがあります。はい、この漢字はどうでしょうか？皆さん、あともうちょっとです。頑張って。はい、行くよー。3、2、1、ドン。はい。はい、これ、屋上、屋上と読みます。屋上は屋根、roof の上です。屋根の上。rooftop、rooftop ですね。このビルの屋上にはプールがあります。すごいですね。いいですね。はい。屋上と言いますよ。はい。次、9番。今度は漢字に変える問題ですね。いきますよ。毎日自転車で会社に行きます。毎日自転車で会社に行きます。はい。自転車、漢字はどれでしょうか？はい、行くよー。ドゥドゥン。はい、これ、漢字4番です。自転車、バイシコーですね。毎日自転車で会社に行きます。健康的でいいですね。はい、じゃあ皆さん今日最後ですよ。頑張りましょう。はい。こちらに住所を書いてください。はい。こちらに住所を書いてください。住所の漢字はどれだと思いますか？
はい、行くよー。3、2、1、ドン。はい。はい、住所の漢字は1番が正解です。さっき、近所で説明したのと、ちょっと同じ覚え方になります。住む。これ一つ目の漢字が、住所の住は、住む to live という漢字です。二つ目は、さっき紹介しましたよね。ところ、place。住んでいるところです。住んでいるところ、home address, living address ですね。住んでいるところ、living place, home address です。住所、home address。こちらに住所を書いてください。いいですか？はい、皆さん、じゃあこれで今日の10問終わりです。どうでしたか？またコメントで何点でしたとか、10問中何問正解でした。これは簡単だった。今日のテストは簡単だった。今日のはちょっと難しかったとか、どこが難しかったとか、コメントに書いてくれたら本当に助かります。また私もよし、来週も頑張ってビデオを作るぞという気持ちになるので、皆さんぜひコメント書いてくださいね。いつも楽しく読ませてもらっています。はい、それでは今日はここまでです。皆さん次はまたね、ライブレッスンで会いましょう。じゃあまたね、バイバイ。